日本佐保长夫。皆さんおはようございます。聞こえました？私は1980年代ぐらいから、台湾には何度もなくお邪魔しております。特に、皆さん方のように国際医療や美容健康そして、健康養生、シルバーの福祉、介護こういった方面のことについては約5年ほど前から手掛けております。でその時に日本の人と台湾の人と一緒にコラボレーションをして互いにその方面における産業の育成と専門家の方々の活躍を支援するために日本と台湾の間の協力をやってきております。約5年ほどずっとやってきておりますが今新たなステップに入ってきています。まあ、このために今日は具体的なお話を後ほどご紹介したいと思います。それにつきましてもこのような大会で発表させていただく機会をいただきました。まずは主催者のちょっとチャンスレイもうちょっとだね。他讲得很长，我想简单的讲，因为时间都不太允许。他是1980年代他就到我们台湾来做这种产业的服务，尤其我们这种生物科技方面呢，他投入的很多的心血。他也看到我们台湾呢在这方面蛮有这种蓬勃的这样的一个气息，所以非常愿意的投入他的这一些用心。他在日本呢有刚才我们主席也特别讲到有1000多家的这些产业，想利用他的这种关系啊来投入我们台湾的这个产业，所以他希望说他等一下会把他的这种理念呢一步一步的再跟各位做一些说明。今日は後ほど皆さん方の参考になるようなお話で特に日本での取り組みの事例を中心にご紹介をしたいと思います。そして皆さん方とともにこの方面の事業の発展と皆さん方の活躍を期待したいと思います。またそれについても今回の主催者である中華民国養生休館保険協会の修理委員長さんはじめ皆さん方のご協力いただきましてありがとうございます。那么今天他能够到这边是因为我们周理事长的邀请，每一次的举办我想都有邀请我们佐保理事长 到台湾来做这样的一些共襄盛举的事情。详细的情形他等一下会做说明。他简单的到此先到一个谢谢我们佐保常务会长。我想为什么我会